2006年に辰野市の路上で当時小学4年生の女の子が男に刺され重傷を負った殺人未遂事件から今日で丸17年となり、兵庫県警は事件現場周辺で情報提供を呼びかけました。今日午前、辰野市内のスーパーマーケット前では警察官9人が買い物客にビラを配って情報提供を呼びかけました。この事件は2006年9月28日、辰野市新宮町の路上で、当時小学4年生の女の子が男に胸などを刃物で刺され重傷を負ったもので、警察は殺人未遂事件として捜査していますが、逮捕には至っていません。警察では不審な男が映った防犯カメラの映像を公開。当時20歳から40歳くらいで、身長165センチから175センチの中肉の男の情報を求めていますが、新たな情報は減り、この1年間はわずか2件にとどまっています。はい、わかりました。見ます。はい、今でも必ず1日でも早く犯人を捕まえたいという思いでやっております。どんな些細な情報でも結構ですし、噂レベルの情報でも構いませんので、一件でも多くの情報を辰野警察署まで提供いただければと思っています。辰野警察署ではご覧の電話番号で情報提供を受け付けています。